旧宇部銀行館は山口県宇部市新店長に所在する多目的ホール。近代化産業遺産に認定されている。市民から公募されたヒストリア宇部という愛称を持つ。指定管理者のタグボートが管理を行っている。建物は渡辺沖縄記念会館等を手掛けた村の統合の設計によるもので、1939年に宇部銀行本店として完成した。 外観は同時期の銀行建築に見られる西欧古典主義的建築様式とは異なり、戦前の時は通りと真面目側の軸線に合わせ約78度で交差する外壁面で構成された簡素なものとなっている。上銀行は当時石炭産業を基関として急速に発展していた上村において地域経済を支える地元金融機関創設の要望が高まったことを受け、 宇部共同議会を中心に、渡辺助桜地元実業家が、当時休眠状態であった広島県鴨茂郡阿賀町の株式会社安倍銀行の営業券を買い取り、1912年7月1日に設立したものである。株主はすべて宇部村及び同一経済意見に属していた藤山村の住民であり、貸出資金のうち半分近くは単行関係のものであった。 1944年3月31日には、一県一校主義により、当時山口県内にあった宇部、大島、花浦、船城、百獣の各校が合併して、山口銀行が設立され、宇部銀行本店は、山口銀行宇部支店となった。その後は2階の増改築を経て同じ建物で、営業を続けていたが、2005年4月1日に、宇部市と山口銀行が隣接する、 宇部石炭事務所跡地と宇部支店敷地の土地交換契約を締結し、2006年12月には山口銀行宇部支店が新築移転した。当初は支店の移転後に山口銀行が建物を解体した上で、宇部市に土地を引き渡す契約であったが、地元住民を中心に保存すべきとの声が高まり、2007年には藤田忠夫市長が保存の方針を打ち出した。 保存決定後は、5回の市民ワークショップで、活用方法の基本的方針を決定し、2009年5月1日には、旧宇部銀行本店として、宇部市の景観重要建造物に指定された。その後2010年1月から9月にかけて、耐震改修及び、増築部分の撤去工事、駐車場やエレベーター等の周辺整備工事が行われ、指定管理者には、タグボートが選出。 2010年9月25日に多目的ホールの上銀行館として開館した所在地利用時間休館日駐車場。ありがとうございます。